左折で自動車専用道ね。はい。ここから自動車専用道に入れまーす。入りまーす。あと、無料区間なんで特に ETC とかはなしということか。で、どうするかな。福井、かちゃん、郡上高山、まあ、横丁に行くか。究極すぎるよ、選択肢が。さあ、ここにして。一車線なんだ。なるほどな。60キロ制限ね。はい。自動車専用道の無料区間って感じですね。で、どこまで繋がってるんでしょうね。さっき見たインターのところ、また終点なのかな。まあ、確実にまだ繋がってないですもんね。地図に載ってなかったですから。でもこの無料区間はいいですね。めちゃくちゃ便利よこれは。はあ、はあはあ。凍結注意ね。はいはいはい。門原、あれ門原って読むんだ。門原まではストンといけそうかな。まあ、9キロですけど大きいですよね。これ繋がったらでもほんと便利ね。はあ。前も全国みたいに車がいないですからね。あ、初めての道ですかね。ちょっと慎重に走らさせてもらいましょう。これなんか何も見えないですけどね、もう時間的には。そうだね。あ、さっきの人か、道の駅がね、もう、サービスエリアを兼ねてるんですね。で、追い越し車線も出てくるよと。嵐島の里なんですね。まあ、ちょっと、あるし、いいや。ね。まあ、一応1年は、それね、まあ、単純に堪能できたんで。よし。福井サバイに寄らずに、福井県に来て福井サバイに寄らなかったのは初めてかもしれないね。ああ、敦賀に行ってることがあるか。敦賀に行った時は、敦賀を単体で行きますからね。で、これで、嵐島、JD。で、その先に、さっきのロータリーだったところですね。なるほどなぁ。で、ここに追い越し車線が一部できるっていうんですね。最終的にはでもこの広さになるのかな。それとももうこのパターンで作るのかな。なんか構造上有料化する感じではないですもんね。道の駅を設置するような形で作ってますし。確かにここを無料で繋がると、
経済効果は大きそうですもんね。この勢いであの先の白鳥西とかあっちの方まで行けるんでしょ。それは便利だよね。と前に来る前に来る、まあいい感じでしょ。まあ洞窟も出ますよね、こんな感じだったら。でも標識とかも新しい、まだこの辺り新しい道なんでしょうね。いろいろと新しい感じですもんね。あでもこの辺りは横がこんだけ山だと拡張は難しそうかな。あでも一応あるか。で金庫とはない予想はあるな。どういう計画なんだろう。んこういうのってどこで調べたら、まあきっと計画はあるはずなんで、で公表されてるはずですからね、この点のやつは。あの都市計整備計画みたいなんで、どういうところで見れるんでしょうね。ちょっとさすがにちょっと調べようかな。オープン AI に聞いてみるか、今度。URL 調べてきてって言ったら調べてきてくれますからね。あれ便利ですね。調べ物したいときに、どうやって調べたらいいのかわからないときにね、ちゃちゃっとどこにあるみたいなのって、聞くようなんで結構使ってますね。その調べようが分かってるやつは Google 検索の方がちょっと良いんですけど、ある程度その調査の仕方でエビデンスチェックでねやるのに、いろんなやり方はね、ノウハウは持ってますけど、まあ社会学部だったんでね、結構エビデンスチェック&エビデンスチェックなところではあるんで、門原、あさっきのところこんだけトンネルでつないでくれるのこれ楽だわ。あーこれは楽だわ、マジか。こんなん朝一から行ったら全然大野の方も堪能できるじゃん。よーし。はい、でこっち、あここまでなんだ、なるほどな、はいはいはい、この先はまだ建設中なんですね。これがさっきああ乗ろうかなどうしようかなって言っとったインターンのところでしょうね。早いな、あの距離こんだけで行くんだ。あこれは便利だ。これで郡上の方に出れますよということで、そこからさえも見慣れた道ですからね。